京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の山下、対するジャイアンツの先発は右の山崎、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の山下、マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは吉川。はい、第1球投げた、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。さあ、次の投球、インコース引っ張った、アルボール。第3球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第4球を投げた、打った、次は5球目、打ちました、ピッチャー正面、ピッチャー返し、抜けた、吉川、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球、初球空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、見送ってボール。第3球打った、杉本落下点に入った、掴みました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9初球流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、1球外してボール。第4球を投げました、見送ってボール。さあ、投球は5球目、ボール。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、センターからサードへ、坂本、ナイスバッティングです。バファローズ先制のピンチを迎えます。第9投げた、初球から打ってった、ライトへ上がった、取りました、中継、バファローズなおもピンチが続きます。バッターは5番大城、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、フォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、打った、さあ4球目、フォーク、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。山下、ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。バファローズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。右の山崎、マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは茶野。第9打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、茶野、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9インコース低め、フォークは外れても、第2球投げた、2球目空振り。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体制。第3球を投げた、ボール。第4球は外角低め、見送ってストライク。追い込んで茶野、スタート、打ちました、ヒットエンドラン、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。バファローズ先制のチャンスを迎えます。バッターは3番中川。第9低め、ツーシームは外れてボール。振り返って二塁牽制球、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、門脇、ボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、ストレートはボール。第2球投げました、カットボールはボール。第3球を投げました、決まった、ストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、外れた、ボール。投げました、空振り。
投球はこれから6球目。高めボール球打った。打球は右中間に上がっている。これはヒットになります。中継バファローズ、まずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは5番頓宮。第1球カットボール決まってストライク。第2球投げた。これもしかし空振り。追い込んでから第3球を見送ってボール。次は4球目投げた。ボール。第5球投げた。ボール。投球はこれから6球目。打った流し打ち。ライト線に打球が飛んでいますがヒット。森一気にホームへ。ボールはセカンドへ。バファローズさらに1点追加、2対0。さあリプレイです。バッターは6番杉本。第1球投げた。初球空振り。第2球投げた。打ちました。ライトへの打球、ライト交代。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして2対0、バファローズまずは先制しています。2回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは丸。第1球投げました。初球空振り。第2球投げました。インコース高め、直球は外れてボール。第3球を投げました。打ちました。痛烈、破ってった。丸ナイスバッティングです。バッターは指名打者長野。第1球インロー際どい球、ボール。投げました。見送ってストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた。打ちました。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球これから5球目。打ちました。破った。中継長野、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球投げた。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。投球は3球目投げた。ボール。投げた。流し打ち、どうだ。ファール。追い込んで投げました。打った。切れていきます。ファール。第6球は打ちました。三遊間の当たり。二塁へ送る。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。第1球投げました。ストライク。いきなり153キロ。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。追い込んでから第4球を高め、外れてボール。次は5球目投げました。ボール。次は6球目投げた。ここはフォアボールになります。これで塁が埋まりました。第1球投げた。パワーカーブはボール。まずは低め。さあ次の投球、あっと引っ掛けた。フラフラっと上がった。トングバック、掴みました。これで2アウト。ランナーはフルベース変わりません。投げた。見送ってストライク。1球目ストライクから第2球打った。中川余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。山下踏ん張って満塁のランナー3人残塁。2回の表が終わって2対0です。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは紅林。ストライク。第2球投げた、打った、打球は三遊間へ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番ゴンザレス。第1球見送ってストライク。投球これから2球目、ツーシーム空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、外角低め、ボール。次は4球目、投げました、ボール、外へ。第5球投げました、空振り三振。バッターは9番若月。第1球投げました、アウトロー、カットボールは外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。投球はこれから3球目、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。さあ4球目、外のボール引っ掛けた、取ってこれで3アウト、チェンジ。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回の裏が終わりまして2対0です。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番坂本。バファローズここは引っ張りに警戒します。投球これから2球目、ボール。第3球打ちました、いったか、どうだ、入るか、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本。第1打席はライトフライに倒れています。第1球投げました、パワーカーブ、ボール。第2球投げた、外れた、ボール。第3球3球目空振り。投球これから4球目、打った、流し打ち、ファール。さあ5球目、ボール。第6球は打った、第7球を投げた、外れてフォアボール。バッターは5番大城。第9投げた、初球を打ちました、三遊間の打球、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウト、チェンジ。リプレイをご覧ください。3回の表が終わって2対0、バファローズ2点リードは変わりません。バファローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは茶野、ボール。まずは膝元。さあ次の投球、投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、吉川掴んだ、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番宗。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ツーシームはボール。まずはインコース。さあ次の投球、投げた、空振り。第3球、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打ちました、左中間のフライ掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打った、第2球投げました、外低めの速球はボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。第4球を投げました、決まった、ストライク。第5球
投げました。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。ピッチャー落下点に入りました。取りました。これで3アウト。バファローズ結局この回3人で攻撃が終わっています。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは丸。第9球ボール。第2球投げた。真ん中見逃してストライク。第3球を投げた。高めボール球打った。レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の長野。第9投げた。ボール。投げた。ストライク。第3球を投げた。打ちました。ファール。第4球は打ちました。ファールボール。第5球投げました。打った。ショート右。紅林ボールを掴んだ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番秋広。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球打った。切れていきます。ファール。第2球投げました。ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。打った。ファール。第4球を投げました。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。さあ5球目。ストレートはボール。第6球を投げました。打ちました。内野ゴロ。紅林取った。一塁送球。判定はセーフ。記録はヒット。記録はヒットです。山下降板。右のワゲスパック、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。初球空振り。第2球投げました。アウトコース低め。ボール。第3球を投げた。打った。引っ張った。ファールボール。第4球を投げた。外れた。ボール。投げた。打ちました。三遊間のゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー秋広残塁に終わりました。4回の表が終わって2対0です。4回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の森。投げた。打ちました。三遊間の当たり。坂本ボールを取る。ボールはファーストへ。一塁アウト。これはアウトです。バッターは5番頓宮。今日2度目のバッターボックス。投げた。見送ってボール。第2球投げました。アウトコース高め。ボール。第3球は打ちました。切れていきます。ファール。第4球を投げました。打った。ピッチャー返し。抜けた。トング、ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。第2球投げました。空振り。第3球3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打ちました。ファールボール。投球これから5球目。打ちました。抜いていった。ライトからサードへ。杉本いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。もう第2球投げました。決まってストライク。投球はこれから3球目。ツーシームはボール。第4球を投げた。ストライク。投球これから5球目。カットボールはボール。次が6球目。投げた。空振り三振。最後は151キロストレート。さあ追加点のチャンスにバッターゴンザレス。投球これから2球目。打ちました。門脇掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズランナー一塁二塁残塁。4回の裏が終わりまして2対0です。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは吉川。打った。
さあ次の投球、投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、ボール、外角高め。次は5球目、打ちました、投げました、打った、頓宮ボールを掴んだ、頓宮自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番門脇、今日はレフトフライとセンターフライ、初球から打ってった、ボテボテのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番坂本。第1球高め、外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球は打ちました、ファール。次は4球目、投げました、外れた、ボール。第5球投げました、空振り。第6球を投げました、打ちました、1・2塁間へ、ゴンザレス取った、アウト、スリーアウトチェンジ。ワゲスパック、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって2対0です。バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは若月、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、高め、ボール球打った、ピッチャー返し、抜けた、若月ナイスバッティングです。打順はトップに帰って茶野、アウトローを見送ってストライク、いきなり153キロ。第2球、ここは2番とピッチャーへ転がした、2塁フォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投球これから2球目、フォーカーストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク。追い込んで第5球高め、ボール。第6球を茶野、走った、打ったいい当たりだ、センターへ上がった、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、破った、中継、一塁ランナーホームイン、バファローズ1点入りました、3対0。先ほどのプレーです。バッターは指名打者森。第1球外角低め、ツーシームは外れてボール。第2球投げました、アウトコース低め、空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、吉川ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして3対0、バファローズリードを3点としています。試合は後半6回に入ります。トップバッターは岡本、今日はライトフライとフォアボール、ボール。投げた、決まった、ストライク。第3球3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ツーシームはボール。さあ6球目、打ちました、いい当たり、
右中間に打球がぐんと伸びていく。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには大城、今日は三振とショートへの併殺打。打ちました。初球打ち、紅林掴んだ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番丸。第9投げた、真ん中ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、ファウルボール。追い込んでから第3球を投げました、打ったに当たりだ、一二塁間の当たり、セカンドから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ワゲスパック三者凡退に抑えています。6回の表が終わって3対0です。6回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターはトング、投げました、初球引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。見送ってボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め、空振り。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、見逃し三振。右バッターボックスは6番杉本、これが3度目のバッターボックス。投げた、初球ツーシーム、空振り。第2球投げた、打ちました、1、2塁間への当たり、岡本ボールを掴んだ、山崎取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、ボール。第2球投げた、アウトコース、ボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、1、2塁間、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。バファローズ三者凡退に倒れました。中盤まで終了しまして3対0です。ワゲスパック降板、右の阿部、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは指名打者長野。第1球投げました、初球フォークボール、空振り。タイミング合いません。第2球投げました、ボール、インハイへ。投球は3球目、投げた、ボール。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、外れた、フォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました阿部、結局アウトを1つも取れずに降板。右の比嘉、今日4番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球をインコースのボール、左へ切れていきます、ファール。次は4球目、引っ張った、切れていきます、ファール。さあ5球目、アウトロー、外れてボール。第6球は高速スライダー、ボール、インコース高め。第7球を打った、打球は三遊間へ、紅林取った、一塁へ送る、一塁セーフ、記録はヒット。ピンチを広げてしまいました比嘉、結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、マウンドに上がったのは宇田川、今日5人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第2球投げた、外の球、空振り。第3球を投げました、ストライク。追い込んで第4球を見逃しの三振。さあリプレイです。宇田川降板、右の山岡、今日6人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。初球を打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、センターバックホーム、二塁ランナーホームイン。ジャイアンツようやく1点を返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
バッターは2番門脇。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました、サウスチェンジャーボール。第3球を投げました、ボール。次が4球目、低めギリギリいっぱい、ストライク。ここは1球見ます。第5球投げました、打った、打球は左中間に上がった、ヒットになります。レフトバックホーム、門脇、いいバッティングを見せました。バファローズなおもピンチが続きます。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。サード牽制球です、三塁タッチ、セーフ。投げました、インコース、サークルチェンジ外れてボール。投げた、ボール。次は4球目、ストレート決まってストライク。投球これから5球目、打ちました、ピッチャー正面、ゲッツーコースだ。ホームはフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。山岡、見事に流れを断ち切りました。バファローズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。山崎降板、ここでマウンドに上がったのは船場様、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。投げた、内角高め、外れてボール。第2球投げた、ボール、低め。第3球を投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げた、ストライク。第5球投げました、打ちました、ファール。次の球がラストボール、打った、ピッチャー返し。そして今拾い直した、アウトです、一塁はアウト。バッターは9番若月、今日3打席目。第1球投げました、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げました、カットボールはボール、アウトコースへ。第5球投げた、高めの変化球はボール。さあ6球目投げた、打った、1、2塁間のゴロ、岡本ボールを取る。船場様取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、空振り。投げた、打ちました、セカンド左抜けるか。セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。バファローズ三者凡退に打ち取られました。7回までが終了しまして3対1です。8回の表、2点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。この回のトップバッターは岡本。投げた、打ちました、左へどんどん切れていきます、アルボール。ボール。第3球を投げました、打った。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、打ちました、三塁線切れました、ファール。第6球を投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは5番大城、これが4度目のバッターボックス。投げました、初球を打った、トング、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9投げた、外角高め、ボール。投球これから2球目、ストレートはボール。投球はこれから3球目、直球空振り、145キロストレート。第4球を投げた、打ちました、ゴンザレス掴んだ、一塁送球、セーフ。記録はヒットになりました。バッターは DH の長野。第9投げた、アウトコース低め、外れてボール。
一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投球は3球目、打ちました、引っ掛けた、紅林バックしていった、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。一塁ランナー丸、残塁に終わりました。8回の表が終わって3対1です。船場様降板、左の中川、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9球投げた、内角低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、決まった、ストライク。投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打った、ピッチャーが正面、ピッチャー返し、中川今拾った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは中川、今日4度目のバッターボックス。第2球、2球目空振り。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、ボール。第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者森。第1球投げました、スラーブはボール。第2球投げた、ストレートはストライク。投球は3球目、投げた、ツーシームはボール。次は4球目、投げた、ツーシームはストライク。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げた、見送ってボール。第6球を投げた、低めのボール引っ掛けた、モテモテのファーストゴロ。岡本自らベースを踏んで3アウト。バファローズわずか3人で攻撃が終わりました。8回までが終了しまして3対1です。山岡降板、そして最後は守護神の平野、最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げました、内角、ストレートは外れてボール。投げました、ストライク。第3球を投げました、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ。頓宮そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番浅野、投げました、カーブ決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、インコース、ボール。第5球投げた、打ちました、左中間へのフライですが掴みました、勝利まであと1人。バッターはトップに帰って吉川、バファローズここは何としても抑えたい場面。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、入った入った、ギリギリ行きました、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。バッターは2番門脇、これが5度目のバッターボックス。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、2球目ストライク。投げました、3球目空振り。さあ次の1球が最後となるか。次は4球目、投げました、打った。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、ボール、内角低め。投球これから7球目、見逃し三振。バファローズ1点差で逃げ切りました。
さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対2バブローズ僅差で勝利しています。勝利投手はワゲスパック、敗戦投手は山崎、そして西武は平野。バブローズ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で京セラドーム大阪からお伝えしました。